どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空の必要マイル数がですね、2024年3月からですね、またね、変更になるということで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、アラスカ航空の必要マイル数が2024年の3月から変更になるっていう風になります。今年の3月にもですね、一度ね、アラスカ航空の必要マイル数っていうのは変更になったわけなんですけども、今回ね、2024年の3月にもまた変更があるっていうのが、もうね、公式サイトで発表されたっていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後まで見ていただければな、なんていう風に思うんですけども、いや、アラスカ航空ね、非常に珍しいですよね。というのも、外資系のね、この航空会社っていうのは、基本的に、アナウンスなしでね、必要マイル数っていうのは変えてくるっていうのが結構常なんですけども、このアラスカ航空ね、今2023年の11月ですけども、来年の3月からね、必要マイル数変更しますよっていうね、事前アナウンスをしてるっていう風になりますんで、非常に親切ですよね。まあ、今年の3月にね、変更になった時はですね、サイレントでね、なったわけなんですけども、まあ、今回はね、アナウンスありで、まあ、変更になるっていう風になりますんで、まあ、現時点ですね、このアラスカ航空のマイルっていうのはですね、個人的にはね、非常におすすめ。というのも、このアラスカ航空のマイルっていうのは、まずね、燃油サーチャージがかからないっていう点が一つですよね。今ね、燃油サーチャージ非常に高くなっておりますけれども、アラスカ航空のマイルを貯めて、JAL のね、航空券発券していただくと、燃油サーチャージかからないんでね、利用することができるっていう風になりますんで、これがね、非常におすすめなポイントです。で、またですね、変更キャンセルがこちら無料で利用することができて、しかもね、発券から変更キャンセル全部ですね、ネットで完結するっていうのはね、非常におすすめポイントなんですよね。昨年ね、非常にこのアラスカ航空ね、利用させていただきましたけども、本当にね、ちょっと変更したいって思ったらね、無料で変更できるっていう風になりますんで、しかもそれがね、ネットで利用できるってね、非常に楽でね、いいですよね。まあ、こういう点がね、おすすめポイントっていう風になります。で、今回のね、変更になるわけなんですけども、まあ、解約の部分もあるし、まあ、改良の部分もあるっていう風になりますんで、まあ、一概にはね、もう本当に変更っていう感じで、まあ、どっちでもないかなっていうところですので、ぜひね、気になる方、最後までねご覧いただければなと思います。それではですね、こちらはね、アラスカ航空の公式サイトになっておりまして、こちらちょっとね、Google 翻訳で訳しておりますんで、ちょっとね、翻訳合ってない部分あるかもしれないんですけども、まあその点はね、ご了承ください。2024年3月から新機能が搭載され、あなたの夢の目的地はこれまで以上に近づいていますということで、まあ今回ですね、まあこういった感じで より少ないマイルのための短い旅行ということで、短距離路線は片道4500マイルから始まります。7500マイルから減少、高くて手頃な価格ということで、新しい距離ベースの構造により、エコノミークラスのパートナーノンストップルートは 60%、ビジネスクラスのルートは 64% 低価格で決まります。で、マイル、近く遠くを使う、北米以外の地域及び地域内の新しい特典航空券にアクセスできますということで、まあ、こういった感じでね、発表されております。で、こちらですね、2024年パートナーショーチャートっていう風にね、書いてあると思うんですけども、これがね、アラスカ航空のマイルで、JAL のね、特典航空券を発券した時の必要マイル数っていう風になります。これはね、アラスカ航空の飛行機時代をね、利用する際のマイル数っていう風になります。で、こちらがね、今のやつですね。で、こちらがですね、出発地になるわけなんですけども、日本はね、アジア太平洋っていう風になりますんで、こちらですね、アジア太平洋には東南アジア、インド、南太平洋、日本、韓国が含まれますということで、まあ、日本からね、出発した時は、1500マイル未満だと、エコノミークラスが7500、プレエコ1万、ビジネス1万5000、ファースト2万2500。まあ、それと同じようにですね、この距離数に応じて必要マイル数がね、変わるって言った感じになるんですよね。ですので、まあ、今まではですね、まあ、スイートスポットみたいな感じで、この路線はね、非常にお得なマイル数で利用できますみたいなルートがね、まあ、あったわけなんですけども、まあ、そういうのはですね、なくなってしまって、完全にね、距離ベース、まあ、マイルのね、この距離ベースで、必要マイル数が変わるって言った形になるんですよね。で、今回ですね、まあ、こういった感じで、まあ、必要マイル数がね、変更になるわけなんですけども、まあ、今のね、必要マイル数がどんな感じだったのかっていう話ですね。で、その表がね、こういった形になりまして、まあ、成田、台北だったら、エコノミークラス7500マイル、プレエコ1万、ビジネス1万5000。これね、一応2023年の8月までっていうのはね、このスターラックス航空のこの路線ね、利用することができて、8月末にね、今年の終了するっていう話だったんですけども、こちらね、まだ一部残ってる部分がございますので、まあ利用することはね、できなくはないって言った形になります。一応これはね、めちゃくちゃお得なんでね、おすすめです。
で、こちらのね、成田からね、ハワイ路線。これね、32,500 マイルでね、前回変更があった時にね、こちらね、記載させていただいたんですけども、これね、今25,000マイルでね、成田、羽田、成田ね、ハワイ路線ね、利用することができるっていう風になりますんで、これね、いつ変わったかわかんないんですけども、今ね、羽田、ホノルル路線ね、アラスカ航空だと25,000マイル、エコノミークラスになりますけどね、発券できるっていう風になりますんで、2024年の3月の変更までにですね、発券できそうな方は、片道25,000で発券できるっていう風になりますんで、非常におすすめです。今回ね、3月から変わってしまうっていう風になりますんで、多分ここ30,000マイルぐらいまで上がってしまうっていう風になりますんで、もしね、アラスカ航空のマイルね、今持ってる方に関しては、25,000マイルでね、この路線発券できますんで、ぜひね、こちら、発券ね、しといていただければな、なんていう風に思います。いやね、この羽田ホノルル路線ね、25,000見つけた時、今度動画にしようと思ってた矢先にですね、このね、アラスカ航空の必要マイル数変更になってしまったんで、非常に残念なんですけども、今持ってる方に関してはね、非常におすすめなので、ぜひね、発券してみていただければな、と思います。このアラスカ航空のマイルっていうのは、マリオットポイントから60,000ポイントが25,000マイルでね、発券することができますんで、60,000ポイントあれば、羽田ハワイの片道が発券できるっていう計算になります。で、まあ、その他ね、こういった感じで、まあ、利用することがね、できてたわけなんですけども、まあ、これがね、2024年の2月までっていう感じですね。まあ、3月以降はですね、こちらがね、変更になるって言った形になります。で、このね、必要マイル数、距離数にしてね、1500マイル未満が、まあ、エコノミークラス7500、1万、1万5000、2万2500っていう風になるわけなんですけども、このね、1500マイル未満のね、距離ってどこら辺を指すのかということで、ちょっと私の方でですね、こちらね、計算させていただきました。まずね、1500マイル、未満の距離のところですね、エコノミークラス7500、プレミアムエコノミー1万、ビジネス1万5000、ファーストクラス2万2500でね、利用することができるんですけども、まあそれがどこなのかっていうと、まあ私の方で Google マップでですね、このマイル数ね、1500未満、調べさせていただいたところ、日本国内に関してはですね、1500マイル未満でね、どこでも利用することができるっていう風になりますんで、日本国内ね、一律7500マイルで、今後ね、利用することができるっていった形になります。日本国内一律っていう風になりますんで、東京、沖縄も7500マイルですし、東京、石垣とかね、宮古とか、まあそういったね、長距離路線に関しても、日本国内に関してはね、7500マイルで利用することができるっていう風になりますんで、利用するね、タイミングによってはですね、かなりね、お得に利用することができるっていった形になります。またね、東京、北京であったり、韓国、台北、ここら辺のエリアに関しては、この1500マイル未満にね、含まれるっていう風になりますんで、日本から北京、韓国、台北に関してはね、エコノミークラス7500マイル、プレミアムエコノミー1万マイル、ビジネスクラス1万5000マイルでね、利用することができるって言った形になります。あくまでね、この理論上で利用することができるっていう風になっておりますんで、実際ね、発表になったらね、ちょっと入ってこなかったりね、もっと入ってきたりね、する部分はあるかもしれないですね。まあ、エコノミークラスで7万5000マイル、片道ね、燃油サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、ANA マイル、JAL マイルのね、必要マイル数、まとめさせていただいたわけなんですけども、東京からね、韓国の場合は、ローシーズン6000、レギュラー7500、ハイシーズン9000でね、利用することが ANA の場合ね、利用することができるっていう風になりますんで、まあちょっと ANA の場合はね、片道で利用することができないんですけども、まあ比べていただくとですね、まあレギュラーシーズンのね、ところでいつでも利用することができるっていう風になりますし、またね、ANA マイルで ANA の特典航空券発券するとね、燃油サーチャージかかってくる部分がございますんで、まあこちらね、比べていただくとね、アラスカ航空で燃油サーチャージなしでね、発券した方が、まあお得になり得るのではないのかな、なんていう風に思います。で、ビジネスクラスに関しても、ローシーズン1万5000マイル、レギュラーシーズン1万5000マイル、ここ1万2500でしたね。失礼しました。韓国のビジネスクラスの場合、ローシーズンが1万2500、レギュラー1万5000、ハイシーズン1万6500という風になりますので、アラスカ航空のマイルだったらですね、いつでも1万5000マイル、またね、燃油サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ここもね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。で、JAL マイルの場合はですね、基本だと7500マイル片道からね、まあ、燃油サーチャージありっていう風になります。で、ビジネスクラスの場合は、基本が1万8000マイル。まあ、こちらも燃油サーチャージありっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、
まあ、燃油サーチャージなしで利用した方がね、まあいいのかななんていうふうに思いますんで、アラスカ航空でね、利用していただくのが非常にね、お得って言った形になります。で、北京とか台北とかですね、ANA の場合は8500、1万、1万1500っていうふうになりますんで、まあ基本的にね、すべて、こっちの方がね、安くなるっていうふうになりますんで、まあ北京、台北に行かれる方に関しては、アラスカ航空で利用した方がね、お得って言った形になります。サーチャージも変わりませんしね。で、JAL の場合は基本が1万。ビジネスは2万4000っていう風になっておりますんで、まあこれもね、こっちで利用した方がいいっていう風になりますので、北京、韓国、台北に関しては、このアラスカ航空でね、2020年3月以降利用していただくのは非常にお得になるっていった形になります。で、次ですね、1501から3000マイルの区間ですね。まあこちらがエコノミークラス2万5000、プレミアムエコノミー3万2500、ビジネス5万、ファースト7万5000っていう風になっておりまして、こちらのね、距離の場合だと、マニラ、グアム、ベトナム、バンコクあたりがね、入ってくるっていう風になります。何度も言ってますけども、こちらは私が調べたね、この距離数で出したところっていう風になりますんで、もしかしたら実際実装されたり入ってこないみたいなことは、まあ、あるかもしれないですね。で、ANA の場合であれば、片道でローシーズン6000、レギュラー7500、ハイシーズン9000っていう風になりますんで、ここら辺のエリアに関してはですね、もう片道からですね、エコノミークラスで2万5000かかってくるっていう風になりますんで、まあ、ここはね、もうお得になり得ないっていう感じですよね。まあ、燃油サーチャージがかからないっていう点はね、非常にいいんですけども、必要マイル数だけ見てしまうとですね、もうビジネスとかね、片道で5万、マニラとかね、1万5千とかで行けますんでね。こうなってくると、基本的にはですね、このマニラ、グアム、ベトナムとかバンコクとかね、ここら辺の距離数の関しては、まあ基本的にね、ANA マイル、JAL マイルで利用していただいた方が、まあ必要マイル数はね、少ないっていう風になりますね。まあ基本的に2倍ぐらいしちゃうっていう風になりますんでね。まあちょっとね、燃油サーチャージの部分はございますけども、こっちで発見した方がね、お得になりそうですね。それでは次にですね、3001から5000マイル区間ですね。ここの距離に入ってくると、クアラルンプール、ジャカルタ、ハワイ、デリー、シドニー、シアトル、バンクーバーとかね、アメリカのハワイとかね、オーストラリアのシドニー、あとアメリカ西海岸のシアトル、あとカナダのバンクーバー、ここら辺もこの距離にね、入ってくるっていう風になりますんで、まあクアラルンプール、ジャカルタ、デリーとかね、ここら辺に関しては、ANA だったらね、もう半分近くのね、マイル数で発見することができるっていう風になりますんで、まあここら辺に関してはですね、アジア地域に関しては、ANA とか JAL とかでね、利用した方が、まあ必要マイル数ね、半分ぐらいっていう風になりますんでね、まあ燃油サーチャージをどう取るかっていうのは部分あるんですけども、まあこっちの方がね、お得なのかなっていうところですよね。で、ハワイに関してはですね、必要マイル数比べちゃうとね、やはりこっちの方がね、それは安いんですけども、ハワイになってくるとね、燃油サーチャージかなりね、高額になってきて、確か12月から4万とか超えてくるんじゃないでしたっけ？違いましたっけ？まあ、とりあえず結構高いんでね。まあ、必要マイル数は少ないんですけども、燃油サーチャージでね、往復で7、8万いってしまうっていう風になりますんで、まあ、そうなるとね、エコノミークラス3万、往復で6万マイルかかりますけども、まあ、燃油サーチャージかかんない方がね、いいんじゃないかな、なんていう風に思ってしまう部分がございますので、まあ、ここはね、まあ、お好みにはなりますけどもね、私だったらこっちかなっていうところですかね。で、次にね、シドニーとかシアトルとかバンクーバー、ここら辺に関してはですね、結構ね、アラスカ航空のマイルね、いいのではないのかなと思います。まあ、片道ね、レギュラーシーズンで22500マイルとかね、シアトル、バンクーバーに関しては2万5000マイルで発見することはね、ANA の場合できるわけなんですけども、もう本当にね、北米とか行くと、5万とかで燃油サーチャージかかってくるっていう風になりますんで、まあそうなってくるとですね、まあそこまでね、マイル数変わらないっていう風になりますんでね、それだったら、アラスカ航空の前で3万で往復で6万で発見した方がですね、燃油サーチャージね、かかんないで利用することができるっていう風になりますんで、まあここら辺のね、シアトル、シドニー、バンクーバーとかね、ここら辺の燃油サーチャージが高い地域に関しては、アラスカ航空でね、利用していただいた方が、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、5001から7000マイル区間ですね。こちらは、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、パリ、フランクフルト、ロンドンとかね。まあ、ここら辺がこの距離数ね、Google で調べると出てくるっていう風になります。ここだとアラスカ航空のマイルだと、片道3万7500エコノミークラス、プレイコー5万、ビジネス7万5000、ファースト11万っていう風になります。で、ここら辺に関してはですね、もうね、必要マイル数はね、ANA、JAL の方がね、圧倒的に必要マイル数は少ないです。
少ないんですけども、やはりね、ここら辺もね、燃油サーチャージめちゃくちゃ高いっていう風になりますんで、まあでも 37,500 はね、ちょっと高すぎるかなっていうところですよね。片道で 37,500 ですからね。アラスカ航空を使うっていうのも結構微妙ですし、ANA マイルで ANA、JAL マイルで JAL っていうのもですね、燃油サーチャージの関係からしてね、まああんまりおすすめできないっていった感じになりますかね。まあ東京からニューヨークとかね、行きたいよっていう方は、まあ JAL マイルで、JAL の飛行機じゃなくてアメリカン航空のね、飛行機とかね、往復で抑えていただくと、往復で7万マイル、片道3万5000マイルで、燃油サーチャージなしとかで発券することができますんで、まあ、ちょっと乗り継ぎとかになってしまうと思うんですけども、まあそっちの方がね、おすすめっていう感じですかね。ユナイテッド航空のマイルとかに比べるとね、ユナイテッド航空は今ここら辺の路線だとね、片道5万5000マイルとかかかってきてしまうんで、まあそれよりかは安いかなと思うんですけども、アメリカン航空のね、マイルとか、2万8000とかでね、東京ニューヨーク行けたりしちゃうんで、ここはちょっとね、他のでもいいのかなっていう感じですね。はい、ということで今回ですね、アラスカ航空のマイルがですね、2024年の3月から必要マイル数ね、変更いたしますということで発表がございました。まあちょっとね、結果としてはですね、まあお得になる路線はね、お得になるし、お得にならない路線は、まあ、解約だし、みたいな感じで、ちょっとね、一概には言えない部分ではございますけども、2024年の3月からですね、アラスカ航空のマイルね、必要マイル数変わるっていう風になりますんで、今現時点でね、アラスカ航空のマイル持っている方はですね、まあ、長距離路線に関してはですね、今発見しといた方がね、まあ、お得になる部分ではあるかなっていうところですね。特にね、ハワイとかね、行かれたくて、アラスカ航空のマイル持ってる方は、今ね、片道2万5000マイルで発券することができるっていう風になりますんで、ぜひね、そちらは発券しといていただいた方はですね、5000マイルね、3月から上がってしまうっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。